ズです、今日はポレの、ちょっとミスを防ぐワンポイントをお伝えしたいなと思います。大体のやっぱりミスの原因がグリップエンドに対してヘッドがこう前後にね動いてしまって面のコントロールが難しくてボレーミスしちゃうという方がすごく多いと思って、今日のポイント逆に言うとグリップエンドをヘッドに対して3センチこう動かすようなイメージで、インパクトした後にグリップエンドをちょっとこう持ってってあげるイメージで打ってあげると面がすごく伸びやすいですね。ちょっとこのポイント気をつけながら今から実際に打っていきますので、参考にしていただければ幸いです。お願いします。